今日の奇跡。こんにちは、都内で働く斉藤舞と言います。私はスターバックスがとても好きなんですけれども、2年半前に上京してきてですね、この東京はスターバックスがたくさんありますね。それで私はスターバックスにたくさん行けるようになりたいなと思っていました。ただ価格帯がちょっと高めなので、なかなか普段から行くのは難しいなというふうに思っていました。でそんな時に協会のブログを見ていた時に、ある方がスターバックス のプリペイドカードをもらったっていうことを書いていました。そしてそれを読んでですね、私も欲しいなって思って、で祈ってみようっていう思いが与えられました。それで神様、私にもスタバのカードを与えてくださいとお祈りしました。そしたらですね、去年の誕生日に2人の方から誕生日プレゼントとしてスターバックス のギフトチケットをもらったんですね。それで夢のスタバライフが始まったんですけれども、で、そのカードをもう、使い切ってしまいそうになった頃で、私また再び祈ったんですね。神様、もう一回与えてくださいと祈りました。そしたらなんと3000円分のスタバのプリペイドカードをいただいたんですね。神様に感謝しました。ではでは。